ぶりの再起動大丈夫ですかね。マ発言ジ時間減っち勝ゃうちと思うたのいで、まだ終よ。わってない方いましたら、今待つんで、勝ち行かれるて。方は行ってきますってチャット打っていただければ待ちますけど。待ってます。いきまーす。これそうだよね。誰もボイチャで言ったら空気読めないかなってなって笑えないから、俺が代表して笑っとくよ、安室さん。まもなくもうゲームスタートです。身分を確認してください。もう変なことは言わんようにしよう。夜が来ました。目を閉じてください。変なことは言わんようにする。それが一番。なんか変に喋ろうとして村のみんなを困惑させてしまった。今までね、今までの経験からいくと、まずそっから正していこう。人狼マスターへの道って、一つずつそうやって自分の欠点を見つけて訂正していく、書き換えていく、ダウンロードしていく、メンテナンスをかける、そういうことから人狼マスターへの道ってのは始まっていくのではないでしょうか。アムロカゼミです。よろしくお願いします。だからそういうところも全部ちゃんと言う。気になったところはもちろんちゃんと言う。昨夜は誰も死にませんでした、はい、予定調和7番お早い、ね、のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。私は占い師です。6番さんを占いました。村人陣営でした。理由は7占いで、6白なんか黒初日から当てたいなって思って、なんとなく黒っぽい人を選びました。あんま理由はありません。すみません。対抗がないことを祈ります。次に回したいと思います。8番のプレイヤーは、はい、おはようございます。7番さん占い、6番さん白出し把握しました。まあとりあえず対抗が、出てくると思いますんで、占い先をね、見て考えようかなって感じですね。まだ、初日なので、まあ他に何か言うことは、ないんで、まあ僕は 村陣営なんで、よろしくお願いします。けどさっきね、さっきの試合とか、なかなかまだ頭の隅っこに残っていますんでね、まあそこら辺もまあ加味して、一人一人のね言動、チェックしていこうかなって感じです。よろしくお願いします。9番よしのプレイヤーは発言してください。発言。はい、番さん占い師、6番さん白、黒っぽかったから占った、オッケーです。8番さん、みんなの感情を聞いて考えていきますっていう感じですね。了解です。占い師です。8番さん白です。なんかこう順番、右、僕も右占った理由としては、こう一周回ってまた8番さんの番が来るんで、ここ黒だった場合どういう言い訳すんのかなっていうのがちょっと楽しみで、またOS的な感情なんですけど、僕黒見つけてんのに一周回った後なんて発言するのかなっていうような発言を僕させるためにいつも右最初占うんですけど、8番さんは白でした。なんで僕目、7番さんは狂人狼。ただ一発目は狼出てこないから狂人と置いていいのかなっていうようなところですね。まあね、うん、で8番さん対抗絶対出てくるみたいな感じの言い方してたけど、そこ占って白だったからそれも潰れてよかったかなって結果的には思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1球目、7番さん、
9番さん占い師。確かに太鼓っていう言い方はなんかいろいろ捉え方があるよね。そうですね。まあ、9番さんは割と、8番さんの占い理由っていうのが、ド S な、感じで攻めたみたいな感じでしたけど、ド S な役割、僕の役割なんで、取らないでください。そうですね、2週目以降、この結果を含めて考察伸ばせればなと思います。まあ、対抗が出たんで、もう1匹出れば、まあ、占いドラになるのかな。そうやね。出なければグレランで、僕を含めたグレランで。1、2、3、4、5。2番のプレイヤーは発言してください。発言したい。はい、皆さんおはようございます。とりあえず占い師、占い対抗、そして占い結果すべて了解しました。今のところ僕は6、7、8、9の暫定白、まあ暫定ですね、白は置いといて、まあグレーの方から釣ったらいいのかなと思っています。で、占い師、対抗、もう一人、まあ、三人出た場合ですね、僕はもう占いロラ一択だと思っています。占いロラ絶対にします。三人目出たら絶対占いロラしようと思っています。で、グレーの発言、薄いところから、まあ、釣りたいなと僕は考えています。あと気になった発言、今のところ特にないですね。で、まあ、7番さん、まあ、狼はないのかなっていうのは僕も共通意見なんですけど、あとド S 対抗も把握しました。まあ、ちょっとグレー、まあ、とりあえず一周聞いてみたいなっていうのが僕の判断です。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、占いは対抗出たらもちろんロラっていう話は、まあ、もちろんそうだと思います。まあ、それもそもそも言うほどのものでもないのかなと思って、ちょっとなんか、そこを詳しく言っている方、まあ、初心者にとか初級者に対するケアという意味もあるかもしれないですけど、ちょっと黒いかなと思っています。で、8番さんの、発言がちょっと伸び伸び話されてる感じで、まあ、作戦とかのも含めて、まあ、村目には見えるので、まあ、一度6番さんの、話を聞いてみて、ちょっと審議、まあ、フラットですけど、今はちょっとどっちが、まあ、新名寄りかなっていうのも考えていきたいです。まあ、今日はグレーズリーで、太鼓出なかったら問題ないと思います。もう一周したいです。グレーズリーなんやな。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。そうですね。僕、結構番号後ろの方で、2巡目見る余裕あるんで、1巡目は占いの話をしたいと思います。そうですね。今、フラット、目に見てるんですけど、正直、7番さんが、占い D を言った時に、6番さんが黒く見えたって言ったんですけど、その黒目に見た理由が分かんないんですよ。まあ、ないと思うんですけど、なら、適当ですって言った方が良かったんじゃないかなって思って、理由をつけようとした強人というのも考えています。あと、9番さんの考察をすると、9番さん狼は考えてないです。7番さんが、死んだった場合、9番さん狼で出ると、残りの1から6の広い範囲に、強人が、あ、すいません、死んがいて、3人目が出て、ロラに、3人目の死んが出てしまうので、9番さん、狼は考えてないです。9番さんを釣るときは PP ケアのときですね。それ以外では釣るつもりないです。次に回します。5番のプレイヤーは発言してください。ハンター使用します。理由はまずグレーの方、範囲狭めたいのでっていう理由ですね。そうですね。占いの方、まあ、占い含めて全体的にまず、現状だとちょっとフラットに見てますかね。まあ、7の黒って言っても、まあ、それそのものが適当に言ってるとは思うので、そこまでちょっと気にはならないですかね。まあ、9番も特に占い理由に関しても、まあ、面白いなって感じはします、うん。ちょっと怪しいかどうかはまだわかんないです。ちょっと2周目、考察を落としていきたいと思います。以上です。ハンター仕様です。以上です。ハンター6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。市民陣営です。7番さんから白立ちされました。ちょっと僕がちょっと淡く期待しているのが、スライドがあるのかなどうかなというところで、それで、7番さんが9番さんがスライドして、占い師が、新確定するっていう展開があればちょっと嬉しいなというふうに思っています。
で、僕目線、5番さんがハンター仕様されてまして、で、まあ、勝手なんですけれどもね、4番さんが結構、こう、バシバシと、こう、話していくところで、これちょっと市民陣営にとっても、人狼陣営にとっても、まあ、どっちにしても、まあ、なかなか、心強いというか、人狼陣営だったらちょっと厄介なんですけれども、まあ、その中で、まあ、比較的、ちょっと科目というか、グレーの中から選んでいきたいなというふうに今日は思っています。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、占い理由はそうですね。まあ、理由をつけようとしたかというよりは、単純にグッジョブ狙いたかったので、適当ということで、まあ、お願いします。怖いのは、まあ、私も9番さんは強人で見てるんですが、4番さんの発言で、なんか若干9番を強人に押しての9番人狼ももう、もしかしたらありえるのかなとかっていう意味では怖い、そこのライン怖いなって思いました。あと、単純にその9番さんは強人なので、その、白出しした8番さんのこともまあ怪しいなって思います。回します。8番のプレイヤーは はい、とりあえずね、2周目なんですが、ちょっとね、いろいろとまあ僕余計なことをね、よく言って、かき乱してしまう可能性とかもちょっとあるんですが、とりあえず、占い師の人がまあ右側を占うっていうのはまあセオリーっちゃセオリーではありますよね、うん、なのでまあ今日はグレー釣りでいいんじゃないかなと思っています。まあ一応ね、9番さんから白出しを、受けたので、まあ若干ではありますが、まあ、9番さん新目には僕の目線から言うとそういう風に映ります、まあ今日はグレー釣りでいいんではないでしょうか。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、セオリーの話すると別に右がセオリー左がセオリーってないと、どっちも利点あるしどっちも理由あると思うんでっていうところですかね。で、あと7番さんが、8番さんが怪しく見えたとおっしゃったんですけど、うん、僕が仮に強人だった場合に、8番さんに白出しして、8番さん怪しいっていうのは、あまりにも8番さんが本当の白だったら、まあ、僕から見たら白なんですけど、かわいそうすぎませんかっていうような感じですね。強人側から人狼はわかんないし、うん、人狼側からも強人は黒の場合に白出しされないとわかんないから。まあ、僕が狼で、八番さんも狼っていうことを懸念したのかなって思いますね、七番さんは。まあ、ただ八番さんは白ですと言っておきます。四番さんなんですけど、パワープレイ、PP 防止の話を初日からするって相当ムラ目に見てます、僕は。うん、四番さんムラ目に見てるかなっていうところですね。で、五番さん、もし噛まれちゃったら、無駄打ちはやめてください。ムラちょっと減っちゃって、リスキーなんで、それだけはお願いします。1番のプレイヤーは発言してください。はい、2周目回ってきまして、まあ、占い師は、まあ、2人しか出なかったってことなんで、まあまあ、7番さんが出てからの、まあ、順番通りの9番さんっていう感じなんですけど、声ちっせ、まあ、3人出なかったことを考えると、まあまあ、どちら真理ついてない、僕目線全然真理ついてないですけど、7番さん9番さん出てても、強靭に、まあそうだよね、まあどっちにしろ強靭だもんね。で、強靭から人狼は見えないらしいね。で、いいと思います。で、逆に人狼から強靭も見えないと。8番さんを疑ったような発言、全然、まあ、占い師からの目線なんで僕は気にしてません。まあ、明日以降ですかね。で、あ、9番さんと同じで、ハンターさん2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。
はい、2周目回ってきました。とりあえず7番さんの発言に疑問を確かに覚えましたね。8番さん人狼っぽいっていうのは狂人心技、狼わからないので、ちょっとどういう意味なんだ、意図で言ったのかなっていうのがちょっと気になります。若干ちょっと新芽下がっちゃったかなと思います。うん、5番さんハンター仕様ありがとうございます。了解です。5番さん発砲していただいて OK なんですけど、選択はしないでください。ハンターっていうことを伝えていただいて、それで選択せずに終わりで大丈夫です。で、僕先ほど、3人いたらロラするってめちゃくちゃ強調したと思うんですけど、これ意図があります、狼とか狂人とかが出てこないためっていうのがありますね。3人目にもし出てきた時に死んだと新名でかなり見れるかなと思って言ったんですけど、出てこないところはおそらく7級の審議は狂人と、占いということで間違いないと思います。狂人と占いで僕は見ています。グレーツリーの中から科目釣ることになると思います。グレー1,2,3,4 です。皆さん把握お願いします。2は残そう。3番のプレイヤーは発言してください。はい、白立ち先の6番さん8番さんの発言聞いてました。2人とも僕の中で白くないです。そうですね。まず6番さんなんですが、すいません。ちょっと、もしかしたら忘れてる部分があるかもしれないですけど、ちょっと6番さん、8番さん、どっちもちょっと考察がちょっと何て言うんでしょう。追いついてないなというか、あんまり深くまで発言できてないなという印象を受けました。なので、まあ、もしかしたら初日過去やるかなと思ってます。残りなんですが、4番さん僕も村目で見てます。で、5番さん、ハンター氏をありがとうございます。2番さんは今の話を聞いてると、まあそうですね、占いに対する考察がすごいしっかりしてたので、村目かなと思うと、ちょっと1番さんの、で、黒目に見ると、確かになんかそう、占い師の発言とかも、ちょっと浅かったかなと思って、まあ、それくらいですかね。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、1巡目占いの考察をしたので、2巡目はグレーの考察をしていきたいと思います。カウンター仕様ないので、5番さん確定でいいと思います。それで、1、2、3番さんが、僕が投票するグレーです。そうですね、1番さんと2番さんはグレーの個人に対する考察が0でした。なので、1番さんと2番さんから入れたいと思います。3番さんはそうですね、6、8に目を向けるのは今はまだ早いかなと思ったんですけど、その後グレーの考察があったので、村目に見てます。で、今日僕が入れるのは、2番さんです。2番さんは、科目釣りたいって言ったんですよ。で、2番さん発言する自体はすごい多いです、確かに。占いの話とか、ハンターの話とか。けど、科目釣りたいって言って、自分がグレーの考察をしてないんですよ。これって結構黒目に見えてます、僕は。はい。2番さんは発言量は多いですけど、グレーに対しては自分自身も科目なので、そうですね、1番さんとか3番さんあたりに目を向けたい狼かと思いました。以上です。OK、わかった、2や。5番のプレイヤーは発言してください。今の4番さんの発言。かなり自分もちょっと神明、村明に見えると思います。ハンターの、発砲の話、最初したのは9番さん。そこから、便乗する形で1番さん。で、2番さんがちょっとハンターで発砲だけして、撃たない、当てないか。っていうのは、ま、そうですね。まあ、そういう、ちょっと、プラスアルファのことを話していたので、自分視点だと、まあ、1番さん、特に3番さんは、ハンターの話をしてなかったので、ちょっと、まあ、黒目かなっていう、印象です、はあ。そうですね。まあ、1番さん、3番さん、どちらか、ですかね。1番さん、ただ便乗してる形になるので、ちょっと、自分して釣りたいかなっていう印象はあります。以上です。2か ?2 か?え?6 番のプレイヤーは、発言してください。発言してください。はい、おはようございます。4番さんの話を聞いてて、まあ確かにそうかなというふうに思いました。1巡目、2巡目、両方とも占い審議についての話をするっていうのは、まあ時間というか、まあこの話ももったいないなというところで、で、その中で、3番さんは、まあ、片白の、僕と、8番さんを殴ってきたっていうところで、うん、まあ、確かに、まあ、グレーではないですけれども、まあ、そういう殴りをこう入れてきているというところで、村目に見ています。そうですね、ちょっと、なんかその4番さんに合わせてるというふうな感じになってしまうんですけれども、2番。まあ、確かに4番さんの話聞いて、まあ、僕も1番か2番かどっちかかなというふうな感じで、今はちょっと絞ってきました。いや、1かな?今日はグレー釣りなんで、どっちかに入れたいと思います。以上です。
投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。いや、2が人狼だったら恐ろしいよな。1番のプレイヤーが選ばれました。2に入れたのが149149 49。1番のプレイヤーは発言してください。はい、すみません、この流れ、まあ、これ、振られてしまうの仕方ないのかなと思ったんですけど、そうですね、僕も2番さんに入れさせてもらったんですけど、2番さん、確かに1日目の1周目で、3人目の占いが出るなら、占いロラを、まあ、押しますみたいな、ちょっと、結構、押し発言があったんですけど、まあ、これってこの後に、いる、狂人を出させないために、強めに言ったのかなと思ったんで、下手したらこれ7番、9番に黒出てんのかなって一瞬、その話を、聞いて、思ったりもしました。まあ、僕は、全然普通の村人なので、まあ、この後皆さん頑張ってください。正直本当に7番さん、9番さん、心理僕目線ついてないですけど、まあそういう中にいるのかなっていうのもあります。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。やばい、もうなんか喋ることが思いつかなくなってくる。脳みそがもうパンクするわ、こんなゲームやってたら。頭おかしなるで。もうだ、次誰が噛まれるかだよね。誰が噛まれるかってことだよね。まあ占いのどっちかが噛まれるっていうことだよね、多分。けどグッジョブ、グッジョブっていう狩人成功パターン、グッジョブが出るかもしれないよっていうこと。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。グッジョブ。8番のプレイヤーは、はい、おはようございます。これはちょっと僕そんなに人狼殺自体ちょっと経験少ないもんであれなんですけど、これはグッジョブが出たっていうことでいいんですかね。グッジョブが出たってことは、狩人さんに出てきてもらった方がいいのかな。これは狩人さんに出てきてもらって守り先を聞けばいいんかな。まあまあまあ、とりあえずそれと、あとまあ2番さんと4番さんのね、なかなか説得力っていうのがすごくて、実に勉強になりますね。すごくなんかそうさせられたさっきの一周でした。はい、まあとりあえず、今回も7番さんの占い先も見て、検討しようかなって感じです。お願いします。9番のプレイヤーは、8番言うの忘れてた。で、ここは間違っても狩人出ちゃダメな部分だと思う。狩人出て守り先も行っちゃダメな部分だと思うな。うん。で、今、9番言ってなかった。結果2番さんが白ですっていうことしか言えなくて、なんで2番さん占なかったかっていうと、まあ確かに僕も1周目聞いてて、もう1匹出る出ないみたいな感じのを言ってた、一番強く言ってたのは2番さんじゃないですか。あれって、こう、出ろよとも聞こえるし、そのもう一人いる人にどうにかしてくれとか出てくれっていうような問いかけに僕はすごい聞こえてる。やばい、絶対疲れるじゃん俺が。なんで7番さんの占いだけ信じてるんですか。9番さんも占いいるんですけどとか言われるやん。もう、で、なんかそれを炙り出すために言ってたのかな、炙り出すっていうか出し出ていただくために言ってたのかなっていうような感じで、まあ、2番さん占ったんですけど白っす。なんで、うん、まあでも占いみんなフラットで見てるから多分信じていただけないのかなと思うんだけど、占いは僕7番は今日で見てる。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。
キューバさん、白出しありがとうございます。まあ、昨日疑われてたんで、まあ、占われる位置かなとは思っていました。で、僕、その占い師に対する考察、いろいろ皆さんから言われるんですけど、まあ、村のスライドっていうのも十分あり得た場面だったので、村スラって何？そういう意味で、村スラもあり得る場面で占い、出なければ、村スラあれば確定するっていう、そういう意図も一応ありましたね。で、今日、7番さんの占い結果聞くと思います。それでグレー、まあ、減らせばいいと思っています。カリドさんは、グレーの位置ですごい出れないと思いますね。7番さんの占い結果どっちに白出すかわからないので出なくてもいいと思います。で、グレ釣りで僕はいいと思います。グレー一人確実に消して明日以降太鼓を占っていただくような形で絞っていけばいいと思います。以上になります。2番は強いね。3番のプレイヤーは発言してください。まず7番さんの結果はおそらく7番さんの番になってからじゃないと聞けないので、まあ現状で話すのであれば、まあそうですね、9番さんの考察がまず占い理由と7番を今日で見ているっていうことだけで、まあ一旦そこで2番さんに白出しできたんだったらちょっと黒目考察してほしいかなって思って、いうところがあって、なので、まあちょっと9番さんそこまでちょっと頭、強靭で、ちょっとそこまで考察を煮詰めていないのかなっていう僕目線、そんな感じになります。で、まあ今日はまあ相変わらずグレー詰めでいいと思いますが、そうなると、2番さんと僕、あ、2番さんじゃないか、3番さんと、3番さん僕か、と、4番さんですかね。もう白出し行ってほしいですね。ちょっと、はい、すいません。3だな !4 番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。9番さんが2番さんに白出し把握しました。より新目に見てるって昨日言ったんですけど、9番さん。それが2番さんに白ってことで、ちょっとブレてます、自分的に。はい。2番さん結構俺黒硬いと思ってたんで。そして今日8人で、1番さんが狼なら問題ないけど、狼じゃなかったら、割と問題あるのか。うん、そうですね。まあ、7番さんの占い結果聞きたいと思います。あと、誰だったかな、すみません。9番さんか誰かが、グレーにカリウド出ない方がいいって言ったんですけど、僕はグレーにいるなら出てもいいと思うんですよ。うん、今8人いて、で、1番が、もし白なら、今日は白つって白噛まれたら、またランダム PP って実質 PP なんで、確かこのゲーム。いや、4なので、グレーにいたら出てもいいと思いました。はい、以上です。ちょっとそういう意味では9番さんの新名は下がってますけど、まあ、2番さん白らしいということで把握しました。あとは7番さんの意見聞きたいです。このままならグレーは3番さんしかいないので3番です。5番。これ白だし。のプレイヤーは発言してください。まず1番さんの昨日の遺言のことですけど、に関してはかなり白目。村人目線に見えました。で、そこで、話してた2番さんを9番さんが占ったと。で、なると、やっぱりちょっとそこのライン怪しいかなって思います。8番さんのカリードだし、発言に関してはちょっと、4番さんの場所での話だったら、まだわかるんですけど、8番さんの場所でカリードだしはちょっと、新芽落ちるかなって印象です。892の中にいるかなっていうイメージはあります。今日はちょっと、そうですね、3番ですかね。俺も LINE に入れられたか。ちょっと、わかんないです。すいません。まあ、7番もちょっと信用が、ちょっと占い先聞いてからですかね。以上です。6番のプレイヤーは、発言してください。発言してください。はい、おはようございます。カリドさん、グッジョブです。9番さんの2番さん、白出し把握しました。ちょっと、本当に2番さん、白なのかなっていうところで、というのも、昨日の1番さん、ちょっと僕怪しんでたんですけれども、1番さん、遺言があって、でそこで、あと、その、2番さんに対する、こういうところが怪しいんじゃないか、占い師が、3人出てくるからどうのこうのって言ってたところで、2番さんを詰めてたんで、ちょっと僕もその中で1番さんに投票したのが、どうなのかなっていうところで、ちょっと、1番さんのことをちょっとだけ白く感じてて、でそうなったらちょっと2番さんがちょっとだけ黒くなってて、で、それを、に白出しする9番さん、本当なのかなっていうところで、まあグレー詰めるなら僕3番になるんですけど、3番か2番かどっちか悩んでますね。7番のプレイヤーは発言してください。と
4番さんが黒でしたと占いが最後に回ってしまったので、非常にうそこの今グレーを押されてる、グレー釣りをされてる状況で、ちょっと困ってるんですが、4番さんが黒でしたと占い理由は、2番さんがちょっと新目にも狼目にも取れる発言だったんで、ちょっと放置して、なぜか9番さんが4番さんを新置きしてたので、そこライン見て初日から疑ってた4番さんを占ったら黒でしたと、4番さんに入れてください、4番さんは黒です、お願いします、投票を始めてください。ちょっとこれわからんわ。いや、これはちょっと4番はないっしょ。うわ、放棄する、俺は放棄する。4番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。おお、すげえ。勝った。どういうこと。あ、トモくん狩人なんや。ああ。で、ステーシが、9番のステーシが、けど、うまいこと言うね。自分狩人なのに出ない方がいいとか言って。だから、どこを守ったんだろうね。へえ。で、ハンターはもうそのまんまで、むずっ、このゲームむずすぎ。で、本物でしょ。で、最初7番さんが6番に白出し、はい、 OK です。で、狂人のくせに白出ししちゃうからっていうのがあるよね。白に白出しするともうわけわかんないもんね。俺信じちゃうもんだって、それだとしたら。だから片白っていう時点では信じない方がいいのか、逆に狂人がまあ適当にまあどれか占いしたとして、それが狼のやつに白出しっていうことをした時に、狼側は狂人こいつなんだっていうのも把握できるということだよね。だから狂人が黒出しするってことはまあないんかな、そういった点では。あ、けどすでに出てる占いのやつとかに黒出すっていうのもあるのか。いや、けどそれは難しいよな。で、9が8の俺でしょ。んで、その後に7番が7番4黒だよね。7番4黒の9番が2番に白。まあ、ここもまたね、白出しして、ちゃんと占い師してんじゃん、ちゃんと。狂人ってわけわからんね、狂人入ってくると。だから、信用できんね。うん。よっぽどのなんかがない限り信用しちゃいけないわ。だから、狼側からしたら分かってたのか？これが白だし、白だし、で、白だし、黒だしってことで、あ、7番が狼ってことで分かってたんだ。最終的に。もう1番さんは釣られてあれだったんだけど、確かに1周目のグレー釣りは全然 OK で、見事に狼釣れてたわけで。で、4番の人が
もう7番、4番の人どう動けばよかったんだ？逆に狩人とか言って出たらワンチャンあったんかな。難しい、むずすぎてもう頭おかしくなりそうだわもう、はい、ちょっとムラスラとかピーピーとかなんかちょっとよく分からん言葉が多かったんで、ちょっと人狼のなんかウィキとか見てもう一回出直しそうかなって思います。はい、まあ、今日はとりあえずね3試合村でやりましたが、また人狼とかね占いとかやりたいんでもうちょっと続けようかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあね。